アルバート・カイプ通り、アルバート・カイプ市場は、オランダのアムステルダムシナンセイ区のアルバート・カイプ通りで行われる、オランダ最大規模の露天市場のこと。露天市場が開催されるのは、アルバート・カイプ通りの生誕は、フェルディナンド・ボール・ストラットとトータン・ファム・ウーストラットまでの間である。露天市場は、週6日、朝9時ごろから、夕方18時ごろまで開かれ、この間は、 完全に歩行者専用道路となる。野菜や果物といった食料品、衣料品や雑貨など日用品を扱う店が主に出店している。露店が出ているアルバートカイプ通りの延長距離は約600メートルである。露店市場は1910年頃アムステルダム市当局によって開設された。この時同時に開設された市場にはダッペル市場、リンデンフラハト市場、 天下手市場などがある。なお、最初は土曜午後のみの開催であった市が毎日開かれるようになったのは1912年のことである。なお、通りの名は17世紀の画家アルバート・カイプにちなんでいる。ありがとうございます。